皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。今日は2つのことについて話します。1つ目は質問がありました。質問は手紙を出すと手紙を送る。出すと送るは違いますかという質問です。私は手紙に関しては手紙を出しますと言っても手紙を送りますと言っても両方大丈夫だと思います。でも実は私は 手紙を出すの方をよく使っています。ネットで調べてみたけれど、自然な言い方は手紙を出すの方です。じゃあ、どんな時に出すと送るを使っているのか、ちょっと例文を考えました。辞書にも同じようなことが書いてあります。辞書では出すは何か物を特定の場所に届けるという意味になります。 例えば、先生に宿題を出す。大学入試の願書を出す。この2つの例文だと、出すは提出するみたいな感じですね。そして、送るですが、辞書では、物や情報などを先方に相手に届くようにすると書いてありました。荷物を送る、商品を送るとか。私はイギリスに住んでいます。 イギリスから日本に時々小包みを送ります。あとメール、E メールですね。E メールも出すではなくてメールを送ると言います。また他の辞書の例文では一人暮らしの娘に野菜を送ったと書いてありました。えー、正直うまく説明できませんでしたね。でも例のように出すを使う方が自然な場合と 送るを使う方が自然な場合があります。さて、今日の本題。二つ目のトピックは、下が超えるという表現についてです。下が超える。下はベロ。ベロは英語でタングです。下が超えるという意味は、いろいろなものを食べて、たくさん経験を積んで、その食べ物の味がいいか悪いかが、 わかるようになるという意味なんです。つまり、様々なものを食べたことで、味の判断ができるようになることという意味です。または、高級で質の高いものを食べることに慣れてしまって、食べ物に対する好みが贅沢になることという意味もあります。どんな時に使いますか例えば、高級ワイン。 いつも高いワインを飲んでいると高級なワインの味がわかるようになりますそして高級なワインと安いワインの違いがわかるようになりますそして高いワインに慣れすぎて安いワインを飲んだら満足できないそんな時に舌が超えているということができますその味がいいか悪いか質がいいか悪いか 高級か安物かそういう違いが分かるということなんですね同じような使い方で耳が超えると目が超えるという言葉もあります耳が超えるは音の違い音の質の違いが分かるそして目が超えるこれは例えば絵にしましょうか ピカソやモネといった有名な画家の絵とプロの画家ではない人が描いた絵の質の違いがわかる。目が超えているということになります。食べ物でも、絵でも、音でも、たくさんいいもの、質がいいものに触れてきて経験を積めば本物がわかるようになる。これが超えるという意味です。 さて、「超える」には別の意味もあります。それは、太っている。肉がついて太っているという意味です。例えば、ペットの犬。よく食べる犬で太っています。うちの犬はよく越えているという言い方ができます。さてさて、皆さんの耳、超えていますか私のポッドキャストを長く聞いてくれている人ならわかるかもしれません。 私の最初の頃のエピソードは高いマイクを使っていなくて携帯に直接話して録音していました。だから音質がとても悪かったんです。そして良いマイクを買った後の録音音声は全然違います。音質が改善されました。ただですね、良いマイクを使っていても時に雑音が入ってしまっている時がありますね。すみません。 私の不注意です。そして実は私はまだポップフィルターを使っていません去年リスナーさんからポップフィルターを使った方がいいですよとフィードバックをもらっていたんですがまだ買っていませんはいそろそろ買わなきゃと思っていますもうちょっと待ってくださいねということで耳が肥えている人には私のポッドキャストポップフィルターを使っていない ということがよくわかるみたいです。いやー皆さんすごいですね。はい。ということで今日のトピックは、舌が超えるという言葉について話してみました。それではまたね。バイバイ。